センターコートは、ウィンブルドンのオールイングランドローンテニスワンドクローケー。クラブ内にあるテニス専用競技場である。座席数は14,979席。一般には、中央広場を意味するが、頭文字を大文字で表記した場合は、特に本クラブのコートを指す名称となる。1922年完成。1992年に大規模な改修工事を行った。 センターコートは主にウィンブルドン選手権の試合で使用される。過去にはデビスカップイギリス代表の試合や2012年ドンドンオリンピックのテニス競技が行われた。ウィンブルドン選手権の開催時期は雨が多く、雨天中断時及び再開時のシート張り、撤収作業が名物となっていたが、中継を行う BBC などからセンターコートに開閉式の屋根を求める声があった。 ことで、開閉式屋根が2年の歳月をかけて2009年4月に完成した。そのため2007年から2年間、センターコートは取り付け工事のため屋根のないスタジアムとなった。グランドスラム大会で開閉式屋根が取り付けられるのは、ロットレーバーアリーナについでに例目となる。同時に照明設備も完成したが、夜間にゲームを行うことを前提に作られたものでは、 なく、あくまで補助的使用に止められる。照明設備を利用した例としては、ロンドンオリンピック3回戦の西小利圭とダビド・フェレールとの試合、当初第14コートにおいて行われていたものの、第3セット途中で日没のため照明のある、センターコートに移動して続行した、といったものがある。ありがとうございます。